じゃあ、じゃあ、こんにちは。よろしくお願いします。さあ、今回、はい、最近、ポンセ選手の動画をですね、いろいろ出させていただいてますけど。ああ、もう、はい、ポンセ祭りですか。ポンセ祭り。いや、もうネタに尽きないよね。そうっすね。もう、映えますから、やっぱ、ポンセ選手は。ということで、プロスピ、以前、豊さんの能力値をみたいなのあったじゃないですか。ありましたね。同時期ぐらいに、ポンセ選手も出てたんですよ。実はね。実は。はい。ちょっと見落としてた。ちょっとそれを見落としちゃってて、まあ、せっかくポンセ選手の話題あげたんで、はい、このポンセ選手の能力値も見ようじゃないかというところで、はい。このモースというね。はい。まぁ、あ、ちょっと2018年、まぁ、あ、去年の、で、去年出たやつですね。去年か、はい、今年の頭とかですかね、うん、もしかしたら出たの。じゃあちょっと、能力値を発表したいんですけれども、はい、弾道、まあ、パワーヒッター、はい、ミート、うん、A、パワー、A、総力、C ですね。80、81、69と。もう素晴らしい。豊さんよりミートがいいですね。豊さんより、ミートがいいです。あ、でもあいつ意外首位打者取ったのかな、書いてなん、どうなんですか。キャリア内は取っ、ちなみにこれは1987年の、ないくつ打ってるの。試合130試合出て、ああ打率3割2分3厘、ああ本塁打35、うん、98打点、うん、盗塁9、159安打ですね、うん、この時は内野から外野にコンバートされ、さらなる、なんだこれ、打棒を発揮、最多安打と打点王の2冠に輝く、輝く見事な活躍で初のベストナインに選出されたっていう。おー、もうキャリアハイとですね、じゃあ。まあまあ、だからその成績を見ると、ね、やっぱミートは A になるよな。まあそうっすね。そうそう、でも物は言いようだな。内野から外野にコンバートされて。いや、内野無理だったな。いや、触れ込みがさ、いや、こいつはどこでも守れるって。あ、はい、そうなんですか。最初ショート争うかっつってね。俺が2塁じゃない。とんでもないから。そう、まあ無理だろみたいな、いきなり。いや、それはないよって。いや、俺はショートやったことない。はい、いや、お前触れ込みこうだったぞって、はい、いや俺はショートはやったことない、はい、でサードにやったサード行ったら、はい、全く一緒なんで外野に外野行かされてコンバートせざるを得なかったんです。いやだって近藤監督はもう怒りながら、はい、普通さ白線があってマウンドがあるじゃない、はいはい、白線の前から怒ってたからね。これが飛ぶかなって言いながら越えて。ポンズ、最初、何事かと思って、俺かみたいな。最初、来たての頃、ね。日本人に怒られてた。いや、だから日本語なんか全くわからないから。え、俺かみたいな。何やってんだとか言って、あやいけとか言って、コンバットした。あ、そうだ。なるほど。じゃあ、オールマイティープレイヤーというよりかは、飛ばされたと言ってガイアに飛ばされたってパターンですね。寂しそうにガイアでこうやっていたよ。ちなみに豊さん、はい、セカンドの守備 C だったじゃないですか、はい、うん、ポンセ選手なんと、ライトの守備 C です。守備適性としてはまあほぼ同じ。いやちょっと待って、一緒だけど内野と外野の違いあるよ。まあまあ違うと思う。ライトってなってんの。これがライト、まあ一応、ライト、レフト、サード、ファースト守れるようになってますね。いや、守れない。レフトしか守れない、出せない。ただ、サードだけ F になってますね。よく見てます。さっきのバンドのやつです。サード F。サード F。サード F、ファースト D ですね。レフト D のライトが C です。あ、ライトとレフトを変えたら完璧だわ。ああ、じゃあ、レフトの方が。あ、レフトの方がうまい。いや、よく見てる。バットケースにボール入れたの見てる。作ったの。それでレフトはあかんっていう。そこもちゃんと再現してんすかね。いや、素晴らしい。でも能力値ですね、このミート。いやいや、よく見てる、これは。これに関してはじゃあ納得だ。おーって感じじゃないですか。これ納得だ。おー、よかった。いやいや、守備、サードがサードが F です。納得だ。 F の34です。ほぼ初めて見るからね。もうこれはね、いや、ポンちゃんに見せても、これ、あ、オッケーオッケー言いますか。言う言う言う。バッティングがやっぱり良かったよ。勝負強かったし。いや、このやっぱ素晴らしいですもんね。成績も3割2分3厘と2冠取ってますからね。2冠取ってる年ですからな。いや、豊さんもね、ぜひキャリアハイの時にそうですね、していただきたい。そしたらどういう数字が出るの。いや、そうっすよね。それを早くこの、やっぱり
そうですね、物申しに来たいです。物申しに行くためにね、今、段取りをしていますんで、今。もうできればポンセ選手も連れて行きたいですね。うん、あの可能だったら。そうだな。でも、好みで、あのマリオの格好して行かしたら、それ違うからね。門前払い食らわない。その動画が一番伸びそうですけど、ね、そうだ、ね。